絶対地下やばいもんある。絶対地下やばいもんある。絶対地下やばいもんある。ねえ、ホラー村あるあるだから、絶対地下やばいもんあるから。大人も子供も姉様、ごきげんよう。ゴールド。はい、ということで、前回のね、ホラー村、東部村の続きである、次はナーゴ村の方に行っていきたいなと思います。でですね、まあ、前回の動画まだ見てない方は、下記の概要欄に前回の動画ありますので、ぜひね、そっちから前回の動画を見ていただいて、まあ、どういうホラー村なのかというのをね、ぜひとも調べていただきたいなと思います。ということでね、早速行ってまいりましょう。2F00-0134C6A ナーゴ村、ね、これが続きになってんのかな、うん、ということで、まあ、2つで1つのね、まあね、ホラー村なんで、あ、じゃあどうなるかと。前回はね、なんかかなり、うん、監禁的な内容だったね。まあなんか猟奇的殺人鬼みたいなのがいたのかな、うん、お、え、あれ綺麗じゃない、何これ綺麗なんですけど、めちゃ綺麗村じゃん。おい、福安ちゃん。じゃ、ちょっと着させてもらいましょうかね。びしょびしょなんだけど、うん。あれプレゼントじゃん。前回の動画でも置いてあったプレゼントが置いてあるんで、ちょっと中身の方ね、確認してみましょう。プレゼント何ですかこれは。無事帰る。出たわ。ハムカツが置いてったやつ一緒だよね。ハムカツ理論か。ああ、いいね。かわいい。黒子になってるよ。ねえ。これすごいね。ちゃんと根が張っててね。ということで、こちら。おい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 、傘くれよ。なあ、あなたが私を助けるの、まあ、助けませんけどね。すいませんね。えずが来ただ。おい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 、家の中に自販機あるの最高じゃん。あ、これ家じゃねえのかな、これ。あ、これあれじゃん、病院じゃね。じゃあちょっとすいません、待ってんとこね、行っちゃいますね。こっち何があんのかな、あ、出てまた俺システムが。なあ、すごいな、これね。前回から思ってたんだけど、マイデザの質がね、めちゃくちゃ高いんだよね、この村。監視カメラでね、監視カメラでね、どこ映してんのよね。洗濯物しか映ってないでしょ。ねえ。もうちょっとさ、カメラ下向けた方がいいんじゃないのこれ。もう前回の反省点を踏まえてね、まあ、トイレは2つになったと。ねえ、相変わらずガラ空きだからね、見えちゃう見えちゃうね。はい、上そそ。あ、お、お、あ、これ院長室かな。院長いい趣味してんじゃんね。このとこに可愛いさ、テディベア飾っちゃってね。キッズかな。次は、おお、何これ。おい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 、あ、なんかキッズルームじゃねこれ。キッズルームだね。ほら、テレビつけっぱなのね。やばいじゃん、あれ。えらってんじゃないの。まあ、ここでなんかキッズたちが前を描いた。ってことは、昨日のあそこで、まあ、いろいろ監禁された子たちは、まだ未成年ってこと ?2 階。お、え、なに、あれだけ動いてんだけど、止めとけよ。なあ、監視カメラで監視されてるし、監視する必要ないでしょ、ここ。ねえ。何を監視すんのよ。しかも水止められてるし、なあ、綺麗な村なのに。近いとやってまいりましたが、あ、何これ。拷問部屋じゃね、あ、うわ、え、あ、そういうこと、ここで、さ、危ねえ、喋れなくなった。危ねえ、ビビッと。ここで撮影して、でね、これ、増物。怖ー。なんかわかんない。培養してんのか、それとも。なんかね、ほら、ほら、首が飾られてんもん。ねえ、ご丁寧に。だ、ここで、切り刻んだ人間たちを培養して、で、あそこクローンにつながんの、わかんねえけど。おい、ビビりすぎて、もうなんかもう、レバーでも食べに行こうかなって気分だね。で、次の家はこっかな。まあ、さすがに家の中にいるでしょうね。はい、そうそうです。あ、ジーナ、私は天使になる。あ、こいつ天使になったんじゃね。おめでとうございます。確かになんか前回とつながってるっぽいね。これとかもね、あれジーナじゃね、あいつね。なんで一瞬で監禁された。ファインディングにも勝ってるしね、癒されますね。で、上の部屋はあとはね、だいぶか、またトイレ増えたよ。何、クローンでトイレ増やしてんのかな。あー、でもなんかここもね、毎回毎回なんかこうやって監禁してさ、ね、対面して恥ずかしいですわ。こっちは、あー出たー。うわ、あそこ見て、あいついたよね。あいつね、前回の村で見たよ。赤いの。あ、え、こいつが、こいつがやったのか。ダメでしょ、いちごシロップかけちゃね、取れない取れないね、ああいうの危ないから。
わあ、ほら。こいつやらかしたな。やらかし野郎だよ。あ、時計もぶっ壊したし、ねえ。破壊衝動が抑えきれんかったんか。で、上は？あ、ここをちょっと座らせてもらいますね。このホタテ貝に。ね、ここに。あ、こいつ、あれ、待って、こいつ、なんか見たような気すんな。見てないかもな。ごめんなさいね。よくわかんねえわ。あ、ほら、天使になってんもん。で、なんか、天使と会話をすることによって、まあ、新たなパワーを得たんだろうな。そういうシステムでしょうね。絶対地下やばいもんある。絶対地下やばいもんある。絶対地下やばいもんある。ねえ、ホラー村あるあるだから、絶対地下やばいもんあるから。ほら、ほら、なんか、血塗られた紙みたいなやつ。ねえ。ほら、やばいやつあったでしょ。ほら、やばいやつあったでしょ。これ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 。ほら、ベッド。ねえ。あ、ゴツゴツして痛いわ。ねえ、あ、低周波マッサージですわ。気持ちいいね。ここでなんか解体作業かなんかしてたんだろうな。まあ、野生で捕まえたイノシシあたりを。で、まあ、ここでね、まあ、写真撮影すると。こういう感じで、あ、危ねえ、だから喋れなくなったって。ねえ。まあ、言った通りでしょ。地下はね、やべえもんあるって。ホラー村あるあるだから。結構やばかったなぁ。ここもね。いや、次、ここ、ここが3軒目かな、あ、なんかいるじゃん。おい、誰よ、おめぇ。L。あ、L。俺だけを見ろよ。ねえ。何おめぇ、殴るよ。Y ボーン。分かってあげたいんだよ。ねえ。何よ。ねえ。エソちゃんの心理を分かってあげたいのかな、分かんねえと思うよ。ドス黒いもんが渦巻いてるかな。エソが来てて。おいおいおい。オレンジローン、だいぶね。あ、金持ちだな、こいつ。ねえ、L じゃないこいつは。はいはいはい。お、うわぁ、なんかやばいよ、ほら。人身売買してそうな感じすんもん。変人ですか。すごいもんね、いろんな絵画とか、ねえ、常吉から捕まされたんでしょうね。だいぶやられたんでしょう。だ、俺はね、わかった。ここで、要は人身売買が行われてると。でね、あいつ買ってんだよ。変な医者は。金持ってるからな。で、こっちは？あら。ほら、なんか金持ちがいそうだもん。檻好きだな、檻が。結構なね、確率でね、洗濯機とかあんだよね。まあ、おしゃれに気使ってんでしょうね。こっちも気になんな。金持ちの家だからね。おい、なにこれ。おい、入れねえんですけど。おい、おめえ、あ、こっちか。おい、なにこれ。あ、やっぱ売ってんだよ、ほら。ほら、売ってる感じするもん。ほら、あそこにさ、この服みたいなのあったもん。だから、ここで、こうやってね、女の人たちを売ってると、ね、あ、お、これ偽物じゃねえ、これ。髪の毛違うぞ、これ。常吉ですか、あいつに関してはなんでずっと裸なんだよな。服買えねえ、あ、そっか。洗濯機回したもんな。洗ってんだ、服。そりゃ着れねえわ。2階に来たよ。おい、ほら、そうだよ、買ってんだよ。ほら、こいつってか、なんか俺にそっくりだな、これ。ちょっと待って、ちょっとコアラにそっくりじゃないか、これは。ねえ。ちょっと、こういう悪どいことしないから。で、ほら、こいつが買ってんだよ、こいつが。裸体のやつが。ねえ。人買う前に服買えよ。なあ。絶対近いベモン、絶対近いベモン、ほら。あ、これ、あれ、さっきこれいたな。前にあっち、東部村にいたよね。あ、ほら、あの女の子もそうだよ。あの子もいた。で、これ、斧でちょっとやろうとしてんのかな。ね、後ろから、ぶっすりと、ね。ね、その代わり、まあ、重すぎて落としちゃったんでしょうね。計画失敗ですね。まあ、ここがね、悪の元締めなんだよ。ってことは、この L はもしかしたら悪いやつかもしんねえな。もうちょっと話聞いてみようか。俺だけを見ろよ。あ、そうだ、こういうやつだったわ。で、最後。あ、なにこれ。あ、教会じゃない？なんか教会感ない？すごくね。こっちは？あら。あ、え、増えてる。うわ。しかもさ、見て。飾られてるさ、花の色も変わってんだよね。ってことはさ、やっぱ同じ色じゃダメじゃねえっつってさ、変えたんでしょうね。ここなしか線香の数も増えてるし、あ、これやっぱ教会っぽいな。これ要はさ、お墓みたいなさ、まあ、納骨堂みたいな感じでしょ？多分ね。この裏は、これ、あれじゃないの？竜王の玉座の裏じゃねえ？これ。竜王一家の。おいおい、何これ。うわぁ、なんかちょっとやばそう、ここ。じゃあちょっとこっち行かせてもらいますね。あ、なんかやってるこれ。なんか見てんね。ねえ。あー、やらかしたな。わかんなくなったんだろうな、自分のロッカーどれか。ねえ、あるある。皆さんね、こちら見ていただければわかると思うんですけども、肉があるんですよ。で、先ほどの情報をすべて照らし合わせてみてください。ね、いろんな人々が
斧にて、まあ、多分切られていることを再現されていた。でね、ここにね、肉が置いてある。でどういうことか分かりますか？この肉食ったら食中毒になる可能性高いから、来ないでくださいね、危ないからね。はいはいはい。ここは、あ、ここトイレ多いな。ねえ、なんかトイレがどんどん増えてくんだよな、この村見ていくと。ディンディンディン、お、なんだこれ。あら、お葬式会場？再現度すげえな、これ。ねえ。で、これは？はい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 。ねえ、4人に対して8人しか来ないってことは、両親しか来てねえのかな。ねえ。これってすごいな、これ。ちゃんとね。なんか、すげえ家っぽく見えるんだよな、これとかも。こういうのも工夫だよね。なんかね、ほんとは、これ花瓶なんだけど、これがすごいね、家みたいに見えるの。ねえ。これすごいよ、これ。これ表現力の高さの問題だからね。絶対やべえもんある。絶対やべえもんある。絶対あの裏やべえ。絶対やべえ。ほら、来たわ。骨っす。骨っす。何の骨だろうね。こう隠してんね。ねえ、なんかこっからさ、ジャムおじさんのさ、アンパンマン号が出動しそうだけど。ねえ、ここから来てね。アンパンマン、新しい顔よ、つってね。ジャムおじさんがドリフトかますんでしょうね。ってことはあれ、アンパンマンのホラーマンなんじゃねえか、あれ。っていうことでね、今回は僕のね、視聴者である方の峠村とナーゴ村という2つのね、ストーリーがつながっているホラー村を、まあ、探索させていただいたんですけども、実際問題ね、めちゃくちゃクオリティ高い。うん。この2つの村をつなげることによって、まあ、かなり壮大なストーリーがもう練り上げられた。ね、これ作るのどれぐらいかかったんだっていうぐらい、まあ、めちゃくちゃもう来られに来られた、まあ、ホラー村だったんで、ぜひともね、ホラー村大好きな方などは、もうね、まあ、僕が、ね、見逃している、まあ、いろんな要素っていうのはね、この村に詰まられてると思いますので、いろんな考察をしてみるのもいかがでしょうか。ね、で、今回、まあ、紹介させていただいた2つの村、峠村の、まあ、郵便番地が2C00-00A1-5856、そして名護村が 2F00-01-34-46A という形になってますので、まあ、ぜひとね、皆さんね、実際に自分の目で見て、それでね、まあ、この村のね、すげえ怖い部分、ね、本当にちょっと僕もね、まあ、いろいろ見ながらも、茶化しながらも、内心がすげえなと。結構凄惨なことが行われてるなと思いながら、まあ、見ていました。ね、僕はもう、茶化すのが仕事なんで、すいません、まあ、許可もいただいてますんでね。うん。ということでね、まあ、ぜひとも皆さんもね、実際に来てみてはいかがでしょうか。ぜひともね、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。で、ね、なんかまあ、僕の村、私の村、ね、結構頑張って作ったんでね、小原さんぜひ来ませんかっていう方などいましたら、僕のツイッターの方にね、リプいただいて、まあ、ぜひともね、参考になる画像なども一緒にね、いただければ、まあ、僕もね、ちょっと見させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、小原でした。またね。親愛なる同志諸君、動画の視聴、誠に感謝する。いまだ、チャンネル未登録の者は、左のシンボルアイコンより、チャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。